それで、あれ今一番気になってんのは、俺がね、今一番気になってんのはケンジのこのボディーガードの名前言っておいてもらえますか、加藤くんの首のキスマークが一番ちょっとそれについてちょっと聞いて、はい、ちょっと見てもらって、ちょっと見せてもらってもいいですか。わー、はい、すっきりですね。はい、わいいね。ちょっと、はい、いいね。ちょっといいなー。それについては、分かると女房なんですか。いや、今付き合ってる彼女です。あ、はい、分かるんだよ、女房、子供2人いて、何やってるんですか。ちゃんと食事もしてるんですか。ちゃんとします。ありがとうございます。分かるときは300万を引いてて、はい、でそこの大きいです。なくなったら全然クレームが飲んでるって言って、毎月送ってるんですか。いや、このところまだその300万が残ってるらしいんで、はい、まだ大丈夫。最近分かれたんですか。いや、もう2年前だね。2年前で残ってないでしょ。あれらしいです。超いい奥さんじゃないですか。元嫁の親父が、まあ、トビの社長もできないんですよ。で、年収1億ぐらい稼いでる会社なんで、はい、大丈夫です。大丈夫なんですね。できないんですよ。1週間に1回は連絡取ってるんで。加藤さん、すみません。